僕が徹底的に物を減らしてガランとした空間を好むのは、自分を超がつく内向型人間と自覚しているから。飲み会の翌日はコミュニケーション疲れで一人引きこもりたいし、街の騒音や光にさえ体力を削られるほど刺激の感度が高すぎる。ノイズになるものは少なく、会う人を絞り低刺激な人生を送らねば積む。渋です。タイトル通り、内向型の人ほどミニマリストに向いている、物が少ないミニマルな生活が合ってるんじゃないかというお話ですね。というのもですね、僕自身ももう超がつく内向型で、で実際ですね、まあ僕こういうミニマリスト支部として活動して、結構ね、いろんなミニマリストさんとか物が少ない人にね、もうかれこれ5年くらいいろんな人に会いましたけど、まあですね、実際内向型の人ほど物が少ないというか、ミニマリストの人って結構内向型気質の人が多いよなというのをね、実感してますね。まああくまで僕のね、別にデータがあるわけではなくて、まあ僕のね、体験談なんですけど、実際内向型の人の方がミニマリストが多いなというのは感じています。まあそもそもですね、内向型と外向型何が違うのという人もいると思うので簡単に説明しますけど、内向型はですね、単純にもう一人でいるのが好きとか、まあね、家でね、読書してたりとか、であと単純にね、もう飲み会、大人数の飲み会に行くよりは、まあね、1対1とかね、3人くらい少人数でね、ご飯食べたり飲むのが好きとかですね。今説明したことにね、共感できた人は、まあ大体内向型だと思います。で、逆に外向型の人はですね、まあ例えば多人数の飲み会に行ってね、みんなでワイワイするのが好きとか、旅行だったり音楽フェスティバルとかですね、まあ人がいるところにたくさん行って、たくさんね、刺激を得てなんかこうエネルギッシュになれるみたいな、そういう人はまあ大体外向型ですね。で、僕なんかはもう超がつくほど内向型の人間なので、まあ物を減らしているという話なんですが、まあざっくりまとめると、一人でいるのが好きな人は内向型、他人数でワイワイしてエネルギーをもらえるっていう人は外向型だと思ってください。で、内向型人間はですね、なんと世界の割合の 25% だそうです。大体の人、75% くらいは実は外向型というのが、まあ、内向型人間を強みにするという本に書いてあったんですけども、そう、まあ、割合で言ったらね、世の中大体内向型の人の方が圧倒的に少ない。あと人によってはね、まあ、内向型と外向型のちょうど中間くらいだという人もいますね。じゃあどうして内向型の人の方がミニマリストに向いてるかという話なんですけども、実はですね、外向型よりも内向型の人の方が、ドーパミンが出やすい。要は、刺激を受けやすいんですよ。刺激の感度がめちゃくちゃ高いんです、内向型って。まあ、だから結構僕らみたいな内向型人間って疲れやすいです。外向型の人に比べると圧倒的に疲れやすいから、そう、なんかですね、まあ元気がないって言われたりとか、あと外向型の人を見ると、なんであんなエネルギッシュにね、動けるんだろうみたいなことを感じたりするのが内向型人間なんですよね。家にね、たくさん物を置いてるってことは、それだけ置いてるものが刺激になっちゃうんですよね。やっぱり、ミニマリストの人ってどこか家の中にその不要なもの、使ってないものとかがあるのに置いてあるのを見ると、どこかそこからエネルギーを奪われてる感覚、どうしてね、いらないのに置いてあるんだろうみたいなところから、まあ、やっぱエネルギーを奪われたりとか、実際ですね、内向型と逆の外向型人間の人なんかは、家にたくさん物がある方が、物からエネルギーをもらえるというね、ことが本にも書いてありました。対して僕ら内向型人間は、刺激に対する感度が高いので、家に物を置きすぎちゃうと、そこからエネルギーを奪われちゃって疲れやすくなっちゃうと。だから実際僕自身内向型人間は、こういうね、ガランとした空間がすごく好き。こういう空間にいる時の方が、ゆったりリラックスできるし、落ち着くと。体力も回復しやすい。そう。だからですね、内向型人間の人はもう徹底的にね、まあ、視界に映る不要品は、もうできるだけ減らした方がいいですし、まあ、なんならね、もう人間関係なんかも極端に、厳選した方がいいです。僕自身もですね、もう飲み会なんかも年に3回くらいしか行かないもんな、っていうくらい基本的にもう、他人数の飲み会とかにもね、滅多に行きませんし、基本的にはもう遊ぶとしたら、もう1対1か、まあ、多くて3人くらいまでの少人数でね、遊びに行ったりとか、できるだけね、人間関係も無駄に、まあ、たくさんの人とね、群れないようにっていうのは、心がけてます。そうしないと僕自身が、やっぱりたくさんね、体力奪われて、まあ、日々の生活に支障が出ちゃうから、できるだけ物も人間関係も少なく絞るように心がけてます。実際僕自身もなんかですね、ミニマリストになったきっかけが、まあ、実家を抜けて一人暮らしをしたいで、物を減らせば節約になるから、まあ、少ないね、お金でもね、一人暮らしができるだろうっていうところから物を減らしてるくらい、とにかく一人の空間がめっちゃ好きなんですよ。うん、もう本当に別に友達と遊んだりね、飲み会行くこと自体は嫌いじゃないです。めちゃくちゃ楽しいし、コミュニケーション取ること自体は楽しいんですけども、とにかくね、疲れやすい。外向型の人に比べて、そのね、コミュニケーションできる
量が借りられてるからこそ、少なく絞らないと、まあ、僕自身がもうね、きつくてしんどい、やっていけないので、とにかくミニマリストになったよというくらい内向型です。それと内向型人間の方がミニマリストに向いているという根拠がですね、実は一つあります。これはですね、内向型人間を強みにするという本からのちょっとね、引用で少し読ませていただきます。内向型人間は深さを好む。外向型と内向型の第三の違いは、広さと深さの問題に関わってくる。概して、外向型人間の人は広さを好む。大勢の友達、たくさんの経験、すべてについて少しずつすること、ゼネラリストになることを求めるのが外向型人間です。対して内向型人間の人は深さを好み、自らの経験を制限しようとするが、その一つ一つを深く感じています。彼らの多くは友達が少ないが、より親密な付き合い方をします。また、テーマを深く追求することを好み、量より質を求めます。ということが書いてありました。そう、やっぱミニマリストになると、物とか人間関係を少なくね、一個一個量より質重視で絞る必要が出てくるんですよね。僕自身もですね、物は少ない分、一個一個いいものを持とうっていうのはすごいいつも考えてます。まあ我が家なんかはこんな感じでも、服もね、家電も少ない。代わりに、まあ例えばね、ああいうドラム式洗濯機とかにはお金をかけてたりとか、少ない分一個一個いいものを持とうっていう発想にならないと、そもそもミニマリストになれないんですよね。っていう点で、内向型人間の人は量より質、深さを好むので、ミニマリストに向いているんじゃないかと思いました。まあ必ずしもですよ、外向型人間の人がミニマリストにはなれないというお話ではないんですけども、まあやっぱり僕自身周りの人を見ても圧倒的に内向型人間の人の方がミニマリストの人が多いなというのも感じますし、これね、外向型人間の人が逆に内向型になろうと思ってもなれません。逆もです。内向型の人が外向型になるっていうのも無理なんですよ。もうこれはもう遺伝、生まれながらの性格なので変えられないものなんですよね。ただですね、先ほど説明した通り、世の中やっぱり内向型人間の人が圧倒的に少ない。割合で言ったら 25% なんで、外向型の人が圧倒的に多いんですよ。まあだから多分僕ら内向型人間っていうのは、こう社会的にね、まあ生きづらい。基本的にこの世の中って、まあ外向型人間に向けたサービスとかが多いんですよ。まあそれこそ多人数の飲み会とかもそうですし、家とかだって基本的には一人で暮らすんじゃなくて、家族みんなでね、過ごした方が、まあ経済的シェアできるから、まあ省エネだよね、みたいな。世の中ですね、一人向け、単身向けよりも、まあ、家族とか、グループ向けの多人数に向けたサービスが世の中多いんですよ。まあ、最近になってね、なんかまあ、わかりやすいとこだと、一人焼肉とかだったり、一人カラオケとかね、まあ、ちょっと内向型人間が好きそうな、一人で楽しめる空間やサービスがね、提供されるようにはなりつつあるんですけども、まあ、やっぱり世の中は、こう、グループとか多人数で行動する向けのサービスなものが多いと。まあ、だからそんなね、少数型で、まあ、世の中的に生きづらい内向型人間の人が、じゃあどうすれば幸せに生きられるのかというのをね考えた時に、僕はねもう自分がとにかく内向型人間であるっていうのを自覚することだと思いました。僕だったらね、じゃあどんな空間にいる時が幸せかって聞かれたら、もう結構自分一人の空間でこういうね物静かな部屋で、でまあインターネットとかね読書ができるような空調が整ってる部屋さえあれば僕は結構幸せなんですよ。もちろん友達と会ったりするのも好きなんですけど、まあね、人と会ったり友達とね、会うのは大体まあ週に1回2回でいいなとか、そんなね、頻繁に会わなくていいなっていうのはもう自分でも分かってます。で、他人数の飲み会も苦手なので、できるだけ、まあ2人3人ぐらいまでの少人数の飲み会に行くように心がけてるとかですね。まあ、とにかく僕自身が内向型人間なので、まあ頻度は少ないけど、もう本当に好きだと思える人だけ絞ってね、会うようにするとか、もう本当に大好きなものだけしか置かない。少ないけども、いいものしか置かないっていう心がけているから、まあ、ストレスなく暮らせるようになったと。まあ僕もですね、実は内向型人間であるって自覚できるようになったのはもうちょうどね20歳過ぎ21くらいの時とかで、まあ本読んでね内向型外向型っていう概念があるっていうのを知ったからなんですけど、そう、それまではね、まあ僕もねもっとこうエネルギッシュにねいろんな人とね飲み会とか行ってもっといろんな人と仲良くなれたらいいのになとか、どうしたらあんなにうまくねいろんな人とねコミュニケーションねたくさんなんかこうワイワイ取れるんだろうとか、まああまり僕はコミュニケーション得意ではないので、まあ、結構そういう外向型の人が羨ましかったんですけども、もう自分がとにかく内向型だっていうのが分かって自覚してからはもうねそういう生きづらさを感じなくなった。外向型に対してねこう憧れを抱くなったので、もうとにかく自分が内向型であるっていうのを知ることがね内向型人間らしく自分のペースで生きられる方法かなと思いました。
この動画が良ければ高評価よろしくお願いします。それとですね、このミニマリスト渋野チャンネルでは、物を減らす方法だったりとか、ミニマリスト向けにこういうおすすめのものとかサービスがあるよといった動画をね、更新しているので、ぜひ、少ないものでミニマルな生活がしたいという方はチャンネル登録もお待ちしてます。それでは。